ハレルヤ、こんばんは。こんばんは、ハレルヤ。アメン、アメン。こんばんは。3月15日、火曜日の夜の伝道部屋です。こんばんは。ハレルヤ、こんばんは。今晩もピザが来るかどうかわかりませんが。はい、今日もイエス様を賛美しに来ました。あんかけさん、今日も油すぎを受けに来ました。そうです、油すぎを求めましょう。油すぎを求めましょう。皆さんが集まることによって油注ぎが増し加わります。皆さんは、無意識的に、この放送に来ている方もいるかもしれません。蒼天祈祷会に参加したいと思うようになりました。アメン。皆さんは、その油注ぎをもうすでに受けていて、無意識的にもっともっと、ノラさんこんばんは、もっともっと欲しいと、そういうように願ってるかもしれません。何かを感じる、神の力を感じる、何か癒しがある、何か元気になる、それは体験しないと分かりません。バルナバさんこんばんは。信仰というのは、ある意味ではですね、こう体験しないと、わからないかもしれません。仕事より神様です。アメン。コルトン君の話は映画化すべきだと思った。映画ありますよ。コルトン君の話は映画があります。この放送を見るために夜勤サボりました。頭痛がするので油注ぎを今日はたくさん受けたいです。ふと気がつくとこの様子を見ている。俺はやばいのだろうか。いやいや、大正解ですよ。大正解です。この放送を見ることは大正解なんです。はい、マドンナさんこんばんは。今日も癒されに来ました。神の力で癒されます。神の力で癒されます。すいません、今日 BGM がありません。BGM がない理由はですね、BGM をやると何かスマホで、YouTube がですね見れないらしいんですね。でどうしてだか分かりませんが、で今日はちょっとBGM なしでやってみて、 BGM なしだったらスマホでも YouTube が見れるかもしれないという、ちょっとテストをしてみますね。賛美歌が聞きたい。そうですね、そのちょっと BGM がその原因かどうかちょっとわからないので、ちょっとテストしてみます。タブレットですが、いつも見れてますよ。そうですか。BGM がないとダメですよ。そうですか。BGM 必要でしょうか。BGM があった方がいいでしょうか。PS2 でも見れてますよ。そうですか。絶対必要。必要なし。BGM 聞きに来てます。そう、BGM あった方がいいでしょうかね。はい、ちょっと久しぶりにアンケートを取ってみましょうかね。アンケート。これでできるのかな。
はい。これじゃわかんないね。これ、ですね、BGM があった方がいい人が1。ね。BGM なくてもいい人が2。BGM があった方がいいという人が1。なくてもいいという人が2。はい。では、アンケート久しぶりですね。アンケート久しぶりです。どうでもいい人は2ですね。どっちでもいい人は2です。はい、行きます。1、2の3。なくてもいい。なくてもいい人が多いですね。なくてもいい。やり直してほしい。じゃあもう一回やり直しましょう。はい。じゃあ、あった方がいい人が1。なくてもいい人が2ですね。なくてもいい人が2。はい。いきます。いいですか？ 1、2の3。あ、なくていい人が多いですね。なくていい人のが。はい。やり直そう。もう一回。じゃ、もう一回。BGM があった、なくちゃ困るという人が1。なくてもいいという人が2ですね。はい。しつこい。いきます。1、2の3。あ、だんだん増えてきた。だんだん2が増えてきました。もう、わかりません。じゃあ、とりあえずなしでいきましょう。ね。とりあえずなしで。それではですね。いや、私にとっては BGM あった方がいいんですね。やっぱり BGM があった方が、やりやすい感じがしますね。でも、そうですね。その御言葉を真剣に聞く。御言葉を、こう、しっかり聞くという意味では、BGM ない方がいいかもしれませんね。そこのとこはですね、ちょっと、BGM がないと発狂しそう。そう、ちょっとしばらくなしでやってみましょうね。しばらくね。まあ、そうですね。難しいとこですね。一応なしでやってみたいと思います。それではですね。今日はノープランなので、質問コーナーからいきましょうかね。質問コーナー。私はない方がゆっくり聞けていいです。ああ、そうですか。ない方が好き。いい。来週は、BGM、ユームでも、キューちゃんの放送は素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。来週は、白の日曜日で、受難週が始まります。で、専属式というのがありまして、今まではイースターの時にやってたんですが、ちょっと今年から、1週間早めて、白の日曜日の来週に専属式をしようと思っています。本来は専属式は木曜日にやるんですね、木曜日。その最後の晩餐があった日なんですけど、でも木曜日はですね、放送してないので、皆さんにぜひ専属式を見てもらいたいということで、その日曜日、ね、あ、ウムですね、ごめんなさい、ユームじゃなくて、ウム、ね。BGM の有無。はい。キューちゃんさんから洗礼を授けてもらうことはできますか？できますよ。洗礼を受けたい方は、スカイプの方に、問い合わせください。洗礼を受けたい方は、スカイプの方に、
問い合わせください。イエス・キリストを信じる者、信じた者は洗礼を受けてください。洗礼を受けてくださいね。白の儀式、白の日曜日といいまして、パームサンデーですね。パームサンデーっていうのはヤシの、ヤシのことをパームと言いますね。そしてそのイエス様がエルサレムに、まあ、入ってくるわけです。その時多くの人は、ホサナホサナと、メシアを迎える歓迎をします。まあ、それが、そのパームサンデーなんです。洗礼を受ければイエス・キリストを感じることができますか。聖霊のバプテスマを受けると、聖霊のバプテスマを受けるとイエス様を感じることができます。ぜひ皆さん、聖霊のバプテスマ、まあ、油注ぎと言ってもいいでしょう。油注ぎを受けるとイエス・キリストを感じます。イエス・キリストを感じます。それでは、そうですね、それでは質問コーナー行きましょうね。はい、それでは皆さん、質問コーナー、キューちゃん、カトリックをどう思いますか。カトリックはですね、こう大きいですよね。一つの教会ですから。ですから、いろんな立場の人、カリスマ派の人もいるんですよ。カトリックの中にカリスマカトリックという人たちもいるわけです。そういうカリスマ派の人たちは私たちとほとんど同じではないかなと考えますね。プロテスタントとカトリックでは、考え方がかなり、違いがあります。私はプロテスタントの聖霊派のカリスマ派ですね。プロテスタントの聖霊派のカリスマ派です。ニートで時間があるんですが、信仰的に何をすればいいですか。はい、いろんなことができます。信仰的なこと、いろんなことができます。基本的には祈る、聖書を読む、そして、信仰をいろんな形で学べます。信仰書という信仰書でですね、信仰を学ぶこともできます。ちなみにですね、カリスマ派の信仰書はですね、マルコーシュ出版という出版社があって、ここですが、ここで出されている本は、カリスマ派の本ですね。カリスマ派の本、こういう信仰書を読むのも一つの方法です。それから、そうですね、あと伝道することもできます。時間があれば伝道することもできます。またそのネット教会に参加することもできます。信仰的なこと、皆さん、私たちは信仰的なことを追い求めましょう。新約聖書はどこから読んだらいいですか。私はですね、マタイの5、6、7、10から読むように進めています。マタイの5、6、7、10。シモンさんのように油注ぎを不利に感じるにはどうしたらよいでしょうか。そうですね、熱心に求めてください。そしてアドバイスをしますから、アドバイスを受けてください。牧師からアドバイスを受けて、信仰に燃えましょう。皆さん、信仰で燃えるのです。僧侶と討論することはありますか。以前仏教の人とですね、討論したことが1回ぐらいありますね。仏教の生主の人と1回話したことがありますね。赤い十字架はどこで売ってますか。自分でペンキを塗りました。自分でペンキを塗りました。リバイバルはいつ始まりますか。私が知りたいですね。
エルテル教会の後継ぎはいるんですか？今のところいません、いません。チャースクールは廃校になったんですか？いえいえいえ、明日ありますよ。明日、チャースクールあります。私たちは毎日が復活祭だよ。そうですね。毎日が、復活祭。いいですね。人間関係で苦しいです。どうしたらいいですか？許しましょう。許しましょう。相手の人を許すんです。後継ぎに立候補してもいいですか？いいですよ。いいですよ。ラピスさんのお見舞いは今日行ってきました。今日行ってきました。レイチェルさん、こんばんは。息子から親子の縁を切られてるって本当ですか？いい、そんなことないですよ。はい、アクヤさん、ハレルヤ、アメン、アメン。信仰が揺らぐことはありますか？揺らぐことはないですけれども、やはり私は、まあ、毎日さまざまなことを悔い改めます。毎日、いろんなことを悔い改めます。もっともっと清くなって、もっともっと信仰的になりたいです。もう、イースターはなぜ卵なんでしょうか？命を表すんでしょうかね。卵も命を表しますから、命を表します。また、ウサギもですね、イースターバニーっていうのがありまして、ウサギが出てくるんですけど、ウサギは子たくさんなので、やっぱり命を表しているのではないかなと思います。なんで危険な運転するんですか？ すいません。私はやっぱり運転あまり上手じゃないので、極力今ね、非常に悔い改めておりまして、模範的な運転をしようと思って今頑張っておりますので、申し訳ありません。つま先を与えたら申し訳ありません。文科省が当分フリースクールを認めなくなったようですね。認めないっていうところもあるし、またもう一つ法案ができるというのがあります。だから全面的によくはなってないけども、半分ぐらいは前に進んだと考えていますね。はい。町内会に入っていないって本当ですか？本当です。一応町内会は、あれですね。強制ではないんですね。強制ではありません。Q ちゃんの一番好きな制服。強くあれ、惜しくあれ。が好きですね。強くあれ、惜しくあれ。恐れてはいけない。ね。恐れてはいけない。おののいてはいけない。私が共にいる。私が共にいる。この御言葉が好きです。クリスチャン同士で結婚前に恋愛してもいいですか？恋愛は良くないと思いますね。恋愛っていうのは妄想なんですね。妄想。ですから信仰で考える。信仰で結婚を考える。恋愛っていうのは失恋するんですね。その妄想が入っちゃうという感じですね。
キュちゃんの話が半日に聞こえるのはどうしてですか？やはりですね、悔い改めを迫ってるからではないでしょうか。日本が救われるためには、悔い改めが必要です。それが半日に聞こえてしまうのではないかなと思うんです。なぜスティッカムはしないんですか？スティッカムは人が来ませんね。どうして韓国をそんなに好きなんですか？イエス様がおっしゃいました。隣人を自分のように愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。韓国は日本から見たら隣人ではないでしょうか。イエス様の命令ですね。敵意を持ってはいけません。敵意を持ってはいけません。隣人を自分のように愛する。これはイエス様の命令なんですね。僕は信仰で救われた。あなたの発言の意味が分かった。社会派についてどう思いますか？社会派はですね、福音主義ではないということですね。福音主義じゃないということは、聖書をそのまま信じないということです。福音主義が大事です。そして福音派は福音主義かもしれないけど、聖霊主義ではない。つまりカリスマ派っていうのは福音主義であり、聖霊主義だということです。福音主義であり、聖霊主義ですね。皆さんがカリスマ派の信仰を持ってもらいたいですね。もう恐れない。私たちは神の愛を知ったのだ。もう恐れない。私たちは神の愛を知ったのだ。私はですね、38年前に福音派のクリスチャンになりました。そして、今から20年前。今から20年前にカリスマ派に変わりました。私は両方知っているんですね。福音派も知っているし、カリスマ派も知っています。私はカリスマ派が、正しいと思いますね。カリスマ派の方が、油注ぎを受けて、油注ぎを求めます。そして油注ぎを受けます。力強い信仰。力強い信仰。命にみなぎる信仰。それは、カリスマ派だと思います。ちょっと音が小さいかな。もうちょっと音を大きくしましょうか。はい。このぐらいでどうでしょうかね。ですね、角笛を、毎晩吹いていますけども、皆さんもうすぐですね、ちょっと内緒にサプライズの方がいいかもしれませんが、もう言いたくなっちゃったので言っちゃいますけども、この長い角笛がもうすぐ来る予定ですね。いつ来るかちょっとわからないんですけど、今週中に来るんではないかなと期待しております。この長い角笛で、近々吹く予定です。近々吹く予定です。以前はあなたの言う意味が分からなかった。今は信仰で意味が分かる。アメン。アメン。今は信仰で意味が分かる。子供が10人いるって本当ですか？ 9 人います。ね。子供が9人います。聖書はキリストが書いたものではないため、内容が嘘だと思ったことはありますか？聖書は神の言葉と信じていますね。聖書は神の言葉と信じています。こんばんは。角笛は素晴らしいですね。ルデアさん、アメン。以前は頭のおかしいおじいだと思っていた。しかし、とても尊敬できる牧師。ありがとうございます。アメン。
アメン。ご近所さんから嫌われてるって本当ですか？嫌ってる人もいるかもしれません。しかし、挨拶する人もたくさんいます。ね。挨拶する人も、たくさんいますよ。以前は悪込みをしていた。今は信仰で証し込みをしている。近所の人に変な目で見られてどうですか？そうですね。以前ですね、以前ホームレスの方々を教会に泊めたことがありまして、そして教会でホームレスの人たちが出入りをしてて、それで近所の人たちに嫌われ始めました。でもね、まあそれはちょっと確かに何と言ったらいいのかな、何とも言えませんが、理解してほしいと思いますね。理解してほしいと思います。今でもですね、その時の、ホームレスの方々がクリスチャンになって今関わってますね。電話もしょっちゅう来ますし、教会にも訪ねてきますね。あさって一人、来る予定ですね。あさって一人、いらっしゃる予定です。神様の存在を知り、私は感動して信仰に目覚めた。僕は今すぐクリスチャンになりたい。なれるのかな？信じたらなれます。信じると決心したらもうクリスチャンです。ね、心で信じて口で告白しなさいと書いてありますね。ホームレスの方は感謝していると思います。そうですね、今でも感謝されてますね。しょっちゅう松屋に連れてってもらってます。松屋でご馳走になっております。ですね、ローマ10章ですね、ローマ10章にこう書いてあります。10の9。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。あなたの口でイエスを主と告白するならば、救われると書いてありますね。心で信じて口で告白する。心で信じて、口で告白する。そうするならば、クリスチャンになれるわけですね。クリスチャンになれます。イエス・キリストを信じる。イエス・キリストを信じる。罪を許すために。罪を許すために、十字架にかかって死んでくださった。そのイエス様を信じるならば救われるんですね。もう神様を信じればいいと思った。怖いものなどない。そうですよ、神様が一緒にいて怖いものなんかないんですね。もう神様がいればもう鬼に金棒です。まあ、鬼に金棒っていう言葉を使っていいかどうか分かりませんが、神様が味方ならば、誰が敵対することができようか。ニートでも信仰することはかっこいいと思った。
ですね、こういう言葉があります。ローマのですね、ローマに、ローマ8の31にこう書いてあります。私も LTL に伺ってもよろしいでしょうか。どうぞ来てください。どうぞ来てください。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。神様が私たちの味方。神様が私たちの味方ならば、誰が敵対できるか。誰が敵対できるか。誰もできませんよね。神様が味方なんです。神様が味方なんですから、皆さん、もう怖いものはないのです。イエス様を信じたら人生変わった。素晴らしい。ハルさん、イエス様を信じたら人生が変わった。人生が変わった。偶像崇拝やめた。本当の信仰がしたい。本当の信仰。本当の信仰。それはイエス・キリストを信じる信仰です。イエス・キリストを信じる信仰が本当の信仰です。本当の信仰です。他の信仰は全部嘘です。他の信仰は全部嘘です。イエス・キリストを信じる信仰だけが本当の信仰なんです。大きな病気になったことはないですか？ないですね。ないです。大きな病気になったことないです。神様一人です。神様お一人です。ですから、イエス・キリストを信じる信仰が本当の信仰で、他の信仰は全部嘘なんです。他の信仰は全部嘘です。イエス・キリストを信じる信仰だけが本当の信仰です。本当の信仰です。本当の信仰です。健康が素敵。ありがとうございます。はい。皆さんも健康になれます。皆さんも健康になります。霊的な健康が心の健康となり、体の健康になります。イエス様のおかげで1週間ぶりにお風呂に入りたいと思った。アメン。イエス・キリストを信じると霊的な健康になります。キューちゃんの放送を見て借金が返済できました。アメン。アメン。素晴らしい。牧師をしていて一番印象的だったことを教えてください。一番、たくさんありますけど、死んだ方が蘇りましたね。祈ったら、死んだ人が蘇ったのがものすごい、びっくりしました。ものすごい感激しましたね。もう本当に、神様ありがとう、神様ありがとうと思いましたね。もう、本当に、もう、ものすごい、こう、強く祈ったんですね。本当に生き返りました。自分が体験したので、ガジマ牧師も信じられるわけですね。自分が体験すると、人のそういう死人が蘇ることを信じることができます。はい、それでは、角部行きましょう。角部。はい、角部です。何角部がいいでしょうかね。何角部。そうですね。何角部がいいでしょうか。たくさんありますね。たくさん。今、今日すごい風が吹いてましたね。風がちょっと寒かったですけど、春風で風が強かった。まさにこれはリバイバルの風だと信じます。春は
風が多いですけど、リバイバルの風、リバイバルの風、皆さん、リバイバルの風が吹きます。聖霊様の風が吹きます。リバイバルの風つのべ、リバイバルの、風つのべ、音がするときに聖霊の力が皆さんに注がれます。皆さんがつのべの音を聞くときに、皆さんは油注ぎに満たされます。油注ぎに満たされます。つのべの音を聞くときに油注ぎが来ます。アメン、アメン、アメン、アメン。皆さんの上に油注ぎが来ました。皆さんの上に油注ぎが来ました。皆さんの上に油注ぎが来ました。満たされます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 。アメン。今日は特に上手に吹きましたね。アメン。はい、それでは明かしタイムいきましょう。明かしタイム、皆さん思いっきり明かしをしてください。皆さんの明かしが他のリスナーの人たちを励まします。皆さんの明かしコメントがリスナーを励まします。明かしタイムスタート。明かしタイムスタート。あこやさん、禁煙したいです。禁煙したいです。今年はリバイバルが起きると確信しました。朝すれ違う人たちに祈りました。レイチェルさん、神の存在を知りいい経験になった。イエス・キリスト様に命を救われました。何事においても悔い改めがスタートだと分かった。ハルさん、この放送で熱々ので信仰をお届けします。イエス様のおかげで卒業できました。お酒やめました。卒業できました。卒業多いですね。卒業できました。心が洗われた。就職できた。春さん、やっとガチな教会に会うことができた。何でもおできになれると分かった。イエス様は何でもおできになれると分かった。自閉症が改善した。アメン。世界が終わるまでイエス様と離れることはありません。辛い仕事でも楽しいです。禁煙のお祈りしました。これからも祈り続けてやめられると信じます。アクヤさん、この放送を知ってから心に余裕ができて笑顔が増えました。フグちゃん、生きる喜びを分かち合いたい。ハルさん、信仰するたびに友達増えると分かった。奇跡だ。僕は奇跡を見たのだ。昼夜逆転治りました。
禁欲ができるようになった。重荷がなくなった。友達の鬱が癒されるように祈ります。生きる勇気が湧きました。成績が上がりました。以前は盗みをしていた。今は信仰で正しく生きてるよ。キューちゃんのことを知っている牧師さんがいました。そうですか。卒業式でこの放送のことを言ったらみんな感動していた。心からエネルギーが満ち溢れる。イエス様を信じて欲望を捨てる。日曜のライブで気力がフルチャージされます。人生ボロボロですが、この放送を見続けます。深く考えるのをやめ、神様に従うことにします。アメン。毎日が悔い改めです。毎日が悔い改めです。学校の友達にもこの放送をぜひ広めたい。伝道するよ。祈っていたら働けるようになった。穏やかに過ごせる。今日もたくさんのコメント、本当の幸せを理解できた。聖書を読むたびに多くの学びがあって生きがいができました。自我なんて必要ないと分かった。暗黒放送を見るのをやめることができた。信仰していてよかった。信仰していてよかった。ニートだと胸を張って言えるようになりました。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。真実を求めてさまよっていた。この放送に出会った。神様の基礎が学べて楽しいです。祈る機会が増えた。祈る機会が増えた。この放送を泣きながら見ています。ハレルヤ。角笛は25日までに届きます。レイチェルさん、いつもイエス様と一緒にいると感じています。悪魔払いしたことあります。以前は動物に意地悪していた。今は信仰でペットショップで働いている。長い角笛が届くのが楽しみです。素直に悔い改めて信仰を持ってみませんか。ニコ生ではこの放送しか見ません。アメン。アメン。イエス様が一緒にいると体が癒されます。以前は悪魔の声が聞こえていた。今神の声が聞こえる。今神の声が聞こえる。この放送で笑顔を取り戻せました。アスナさん、
あなたの放送を見ると笑いが絶えません。こんな放送あったのね。見つけるのが遅かったわ。今からでも遅くありません。今からでも遅くありません。イエス様を知ってください。イエス様から学んでください。自分の罪を知って悔い改めることができました。神の存在を知り、僕は感動して全身が震えた。イエス様は生きています。本当です。イエス様は生きています。本当です。イエス様は生きています。イエス様は生きています。この放送を見てから明るくなりました。真実はいつも一つ、それはイエス様の御言葉だけ。悪コメを打っている人たちにもイエス様の祝福がありますように。彼氏の影響でクリスチャンになってよかった。価値観が変わった。イエス様はずっと私のそばにいらっしゃる。この放送で笑顔を取り戻せました。目から鱗が落ちました。不良生徒にこの放送を見せたらだんだん変わってきました。会社で嫌なことがあってもこの放送でストレス解消しています。キューちゃんの言ってることが分からなかったけど、だんだんガチだと思えてきた。油注ぎが重要なんだと分かりびっくりした。イエス様は心に愛があるからスーパーヒーローだと思った。聖書を知りたくなった。学校でも伝道したいと思った。キューちゃんを見習いたい。クリスチャンの祈りは叶うと思いました。毎日本当に楽しく見ています。早く天国に行ってみたいと思った。早く行きたいですよね。早く行きたいです。でも行く前に仕事があります。神様の仕事です。神様の仕事をしてから行きましょう。一緒に伝道の仕事をするんです。一緒に、神様の栄光を表す生き方をするんです。それから天国に行きましょう。もう二度と道を踏み外したくないので、毎日お祈りしています。アメン、アメン。放送で朝はごめんなさい、読めない はつらつとできかな。はつらつとでき。夜は癒されます。アメン。あ、はつらつでいいのね。はい、それではありがとうございました。では、神様に喜んで使いたいです。神様に喜んで使いたい。神様に喜んで使いたい。アグネスちゃんについて。アグネスちゃん、なんか、
カトリックのクリスチャンだとか聞いたことがあります。本当のことはわかりません。それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ね、ファイナルメッセージ。そうですね、だんだん春になってきて、本当に、嬉しいです。だんだん春になってきました。リバイバルを感じます。春はリバイバルを表します。千葉のカリスマですか？スカイプの方に問い合わせください。スカイプの方で問い合わせください。春はリバイバルを感じます。リバイバル、春はリバイバルを、ね、感じます。ぜひ皆さん、その希望を持ちましょう。信仰は希望です。信仰は希望です。皆さんが希望に満ち溢れてほしいです。この世には希望がありません。しかし、イエス様が希望です。サスケさん、こんばんは。イエス様が希望です。イエス・キリストを信じるときに、本当の希望を持つことができます。昨日のピザの電話ごめんなさい。申しません。悔い改めます。改めます。アメン。アメン。皆さん、希望に満ち溢れましょう。イエス様は決して失望しない、方です。こうあります。彼に信頼する者は失望させられない。彼に信頼する者は失望させられない。イエス・キリストを信じて失望はないということです。アメン。イエス・キリストを信じて失望がない。人間を信じると失望することが多いですね。人間は完全じゃないので、失望することがあります。でも、イエス様を信頼する者は失望することがない。イエス様を信頼する者は、失望することがありません。いつになったらナイフに会いに行くんですか？今日です。今日行ってきました。皆さん、私たちはイエス様が希望です。イエス様が希望です。もう失望することはありません。もう失望することがありません。イエス様だけが希望です。イエス様だけが希望です。ですから私たちの心は安定しています。神との関係が一番大事。アメン。そうです。神様との関係が一番大事です。イエス様を信じるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。イエス様を信じるということは、神を信じるということです。そして一番確かな方を信じることです。一番確かです。一番確かな方。いい放送だね。僕も進行しようかな。一番確かな方です。ですから、私たちの人生が、力強くなるんです。もう、なんて言ったらいいでしょうかね。イエス・キリストを信じるということは、もう、なんて言うでしょうかね。大きな土台を持つというような、ものすごく、こう、安心できるというか、
もう本当に、地に足がついてるというか、もう大船に乗った気持ちというか、イエス・キリストを信じるということは、私たちの、私たち自身のアイデンティティというか、神様に保証されるような、神様に保証されるような感じです。イエス・キリストを信じるならば、神様に保証されるんです。その保証が聖霊様です。ぜひ皆さん、皆さん自身が、イエス様を信じて、力強い人生、安心しきった人生を送ってほしいのです。この方が私たちのすべてです。この方が私たちのすべてです。この方と歩むことが永遠の命です。この方と歩むことが永遠の命です。皆さんも体験してほしい。しっかりとイエス様につながってほしいと思います。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、信じてみたい、そんなに旧牧師が言うなら、たくさんの証もあるし、たくさんの、証人がいる、今日イエス・キリストを信じてみよう、今日、罪を悔い改めて、信仰で歩もうと決心する方、アメンと言ってください。アメン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 。アクヤさん、アメン。アメン。アメン。天のお父様、感謝します。今日の放送感謝します。たくさんの方がアメンと言ってくれました。彼らの、心があなたによって変えられて、確かな人生、あなたに信頼を置いて確かな人生が始まりますように。イエス・キリストを信じることは救いです。イエス・キリストは、神の一人子であり、唯一の救い主であり、すべての人のために死んでくださったお方。このお方に信頼する者は失望することはない。このお方によって人は神の子になれる。どうぞアメンと言った方々が、罪が許されて神の子になりますように。空っぽな心に、あなたの命がみなぎりますように、あなたの油がみなぎりますように、あなたの愛が信仰を通して注がれ、満たされますように。アーメンといった方々の心が、神の愛で満たされますように、満たされますように。イエス様、油注ぎを与えてください。祝福してください。そして、本当に、たくさんの方が救われてきましたけど、このニコ生でたくさんの人が救われましたけど、もっともっと、もっともっと救われますように、もっともっと救われますように、たくさんの方が救われてきますように、たくさんの方が救われてきますように、イエス様、もっと救ってください。もっと多くの人を救ってください。多くの若い人たちを救ってください。多くの日本の人たちを救ってください。イエス様はもっと救ってください。もっと救ってください。たくさんの方々が、生まれ変わりますように、生まれ変わりますように。イエス・キリストを信じる信仰によって人生が変わりますように。神様を感じますように。祝福を受けますように。祝福を受けますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アメン、アメン、アーメン。ありがとうございました。明日は水曜日ですね。明日の朝7時にお会いしましょう。